お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、このチャレンジでね、鏡バトルミニチャレンジというものが来てるので、これをやっていこうと思うんですけど、これがですね、なんと自分と相手のデッキが全く一緒なんですよね。そう、お互い全く同じのデッキで、しかもお互い鏡が入ってるという、ちょっとね、こうちょっと難しいね、チャレンジだと、僕はね、思ってるんですけど、攻略っていう攻略がね、今回すごい難しいと思うんですよ、本当に。なんですけど、まあ僕なりの、まあ軽い意見としては、ですね、いや、本当にこれはむずいと思うんですけど、この上のね、今2000やったんですけど、この上のデッキを見てもらえれば、まあ、わかりやすいかなと思うんですけど、上のデッキで、言ったらこう、まあ8枚の中で、こう何をミラーするかっていうのが結局大事になってくるんですよね。で、この8枚のカードで何が強いかを、一番初めのデッキがこう見れる画面が出るんですね。この8枚ですよ、みたいな、あなたのデッキは。その時にできるだけ考えるんですよ。この中で何が強いかって考えるんですよ。そうした時に、これ、ロイフォグにスケルトン部隊にエリゴレに、がまあ言ったら、こう範囲系なんですけど、それを全部に勝てるのが、言ったら、まあ、バルキリーとファルチなんですよね。ここの、このデッキの頂点が、言ったらバルキリーとファルチなんですよ。なので、まあ、そこを、まあ、大事にと言いますか、まあ、ミラーするなら、まあ、ここかな、みたいな。で、こう、あとは、最弱を考えてもいいですね。この、デッキに8枚ある中でも、別にカードって5枚で回せるんですよね、別に。なので、言ったら、この中で足を引っ張りそうなカード。まあ、例えばというか、まあ、この中だと、エリゴレですね、エリゴレ。エリゴレだったら、エリゴレ出しても、エレキでもまあ守られる。エレキはまあ微妙か。だからバルキリーで美味しくいただかれて、4アド取られるじゃないですか。その後回収されてさらにね。で、スケルトン部隊でも美味しく処理されて、ザップがないんでね。相手のスケルトン部隊を処理するのが5しかなくて、でも5打ったらコスト使いすぎるし、みたいな。で、相手のファルチを突破できないし、みたいな感じで、逆に相手がエリゴレ使ってきたら美味しいな、みたいなのもわかるわけなんですよ。なので、初めの8枚を見て考えるっていうのが、ね、結構大事かなと思います。なので、8枚カードが出ますけど、8枚全部使う必要がないかなと思うのが、まあ、僕の思うところですね。ここの、これを見るのが大事ですね。さあ、ここで、メガナイト、ホグ、インド、エレキなので、デスケウッドね。って考えたときに、インドラが、まあ、大事なのは大事なんですけど、エレキが高回転で回るので、そんな活躍しないんですよね。っていうのが、まあ、大体わかると。まあ、でも、大型スペルがないので、めっちゃ低めのインドラは活躍するよね、みたいなのが。大体わかるわけなんですよね。で、ホグ飛ばすと相手メガナイトで受けてくるよな、みたいな。逆に相手の主軸がホグしかないよな、みたいな思いつつ、もうちゃちゃっとメガナイト裂いちゃったんですけど、まあ、いっか。はい。エレキ、メガナイト。もうこのデッキとかちょっとわかりやすいですね。で、相手はエレキだったんですよ。で、エレキも使ったので、これ飛ばすじゃないですか。そしたら、もうこれにね、エレキ当てれないんですよ、相手。この時点で、まあ、相手のメガナイト溶かせて、絶対ね、こう、言ったら僕のメガナイトとインドラを止めるような相手がユニット裂くので、逆サイを攻めると、相手はね、メガナイトもインドもエリキも裂いてるので、防衛ユニットがなくて、この辺ね、ホグが刺さるよという感じで、本当にたまたまですけど、めっちゃ刺さってますね。これはエレキで活躍してくれると。まあ、言った感じで、初めのね、8枚からのこう、パパパパって考えるのがね、すごい大事かなと思います。まあ、あとは、なんかもう状況によってね、アイスピミラー、ウッドミラーとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあそんな感じですね。とりあえず、暇なので、こういう小物でね、回していきます。なんか、基本的に相手と同じことしとけば、あとは負けないと思いますね。まあ、なので、言ったら後出しが有利。相手が合わせたのに、こう、相手が出してきたのに、ユニット合わせて、みたいな。こう合わせてみたいなことがいろいろできるので、まあ、言ったら後出しが有利かなと思います。で、低めのインドラは、エリキが届かないので、絶対活躍してくれるよねっていうのをさっき話したんですけど、ここで相手が端前にエリキ来て、僕は大ピンチに陥るっていうところまで今見えてますね。本当に。これ一回アイスピでやってから踏んじゃおうかな。で、そしたらエリキが走って、走れ、お前走れ、ナイス助けます。で、相手はもうメガナイト裂いた。まあ、回転早いんで、もしかしたらメガナイト来るんですけど、オッケーオッケー。でも、インド出しちゃおうかな。インドで早く溶かして、相手エレキ、まあ、出したところで、みたいな感じですね、もう。さあ、もうこうなったら、もう僕はね、もう、やり放題かなと。言ったところで、もうね、ガンガン攻めて終わりかな。まあ、後出しが有利。後出しが有利なのと、マジで何が何に強いのかっていうのを、瞬時に判断するのも大事になってくるかなと。思いますが、
まあ、難しいですね。このチャレンジは普通に僕でも全然負けそうかなっていうのもね、若干思いつつ、最初ゴレだったんですけど、なんかゴレにウォールブレーカーとかいろいろ入ってて、ゴースト、ギャングとかすごいね、難かったんですよね。まあ基本的に相手と同じことというか、相手のユニットに後出しが基本有利だと思いますね。こう、同じ敵だと特にっていうのをさ、あ、これダメ、これダメ。これだってもうわかんないもん。これね、本当にこれだけは気をつけてください。こう、早くバトルしたいっていう癖で、よくこう、連打みたいなしちゃうんですけど、僕、こんな感じで。そうなると、相手のデッキはわかんないんですね。自分のデッキもわかんないんで、こうなるとよくないです。これだけはね、マジで気をつけてもらいたいですね。マジアチャゴースト、今んとこ一緒ですね、全く。で、このゴーストに、ゴブリン、いや、一緒だな。他のカードが見たいですね。インド低め、あー。うわー、すげえ、バルーンミラーだな。で、これで僕が一つ思ったのは、あれですね。インドラが最強。で、これバルーン入れたくねえな。普通になんかインドラミラーで出しちゃえばよかったんですけどね。この中でマジでインドラが、まあ、言ったら雪玉で一回リセットされるんですけど、インドラが処理されるユニットはないんですよ。まあ、マジアチャぐらい。でも、マジアチャも別にめっちゃ低めだったら、めっちゃ低めだったらというか、なんて言うんですかね。こう、インドラの方が気持ち強い感あるじゃないですか。まあ、めっちゃ遠距離からのマジアチャだったらしんどいですけど、ね、普通にこう、端まで戦ったらインドで焼けるじゃないですか。なので、もうこのゲームの頂点がインドラっていうことが分かったんですよ。なので、言ったらインドラをどれだけこう、うまくミラーできるかと、みたいな。インドラをどれだけ大切に扱えるかみたいな選手権ですね、本当に。で、ワンチャン生き残らして、いや、でもバカで死んじゃうっすね。いや、これちょっとむずい。いや、マジでこの戦いむずいですね。インドラと、まあ、言ったらとゴーストですかね。ゴースト、ゴブリンには勝てて、マジアチにも勝てて、まあ、普通にディガーを防衛で使われると、またね、全然なんですけど。まあ、ゴーストとインドラがこのゲームではめちゃくちゃ強いよと。で、まあ、そういったところで、さあ、そろそろ攻めたいところですね。でも、雪玉が欲しいですね。で、相手は、インドラ。インドラ？インドラがいいのか。インドラ、もうインドラゲーですね。インドラ両サイドに塞いとけば、相手攻めらんない。攻めらんない説が。で、インと塞いと瞬間に逆攻めもバルーンディガーとかでいいかなと思うんですけど、ゴーストミラーはなかなかいいですね。いい判断ですね。インドラ塞いた。で、インドラ塞いて、相手あれさっきあれ使ったので、もう、インドラか。わ、これ残して。ああ、なんでだよ。なんでだ。やばい。ちょっとしゃしゃったっすね。やばいやばい。これ、11説ありますね。俺のインドラ焼かれちゃうな。一回ここは落ち着いて、インドラ出していきましょう。インドラ大切ですね。マジ。攻めでも防衛でもインドラ大活躍します。で、ここ、ゴブリン伝命してあげて、これもバルーンディガ飛ばせば勝てるんじゃない説がありますね。なんかインドラ来ても雪玉ミラーで、さあここを雪玉でノックバックして、もう一回インドが近づいてきたところをノックバックして OK、まあ、勝ちかなという感じで、ちょっとね、ちょっと危ないですけど、マジで最初のデッキ飛ばしちゃうと一気にね困るんでね、それだけはね気をつけましょう。あと2勝いっちゃいますか、いっちゃいますか、ちゃちゃっとね。さあこのデッキタッチしないことが大事。ああ、すごいな。まあ、ライトだったので、マジアチャが残るのと、ロイフグを飛ばしたら飛ばすだけ。まあ、インドラが、今回はまあ、活躍するっちゃするんですけど、相手がロイフグなので、さっきバルーンにはすごい優秀だったんですけど、ロイフグには無能というので、まあ、そこまで活躍はしない。で、ライトニングなので、気持ちマジアチャが厄介かなと。で、まあ、あとは単純にプリンスですかね。今回の頂点はプリンス。プリンスが、わあ、プリンスの受けがないですね。ゴブリンしか。これちょっと、あとはマジアチャがめっちゃ強いと思ってるので、個人的。スケバレの防衛、ロイフグの防衛にマジアチャ優秀だと思ってるんで、マジアチャからの、これも多分終わりですけどね、こんなん。だってプリンス止まんないし、ライトニングミラー。で、ザップ系がないんですよ、これ。あちゃー、あちゃーって感じですね。さあ、ここはではウッドもないので、これゴブリンで守り放題ですね。なので今回は、ロイフグで攻めると、まあ攻めてもいいんですけど、
シンプルにカウンターが来て、そのカウンターがね、プリンスプラスのスケバレとかのカウンターがなかなか止まんなくなるので、あんま攻めすぎずに、今回まあプリンス多め、プリンスとかマジアチャのユニット多めで戦えば結構いいんじゃないかなと思います。で、ライト打つ必要ないですね。ライト打つとちょっとアド取られて、さっきの相手みたいにね、ピンチに陥っちゃうので、で、もうスケバレはマジアチャで防衛と。これで防衛しかないですね。マジアチャ ?OK。で、逆に相手は、まあ、マジアチャ裂いたけども、スケバレですね。本当にスケバレプリンス。で、ゴブリンも添えてあげて、もうこれがね、ただただ止まんないよと、もう言った感じですね。いや、今回なんかね、こんな感じか。ちょっと楽しいで、楽しいけど、楽しいけどみたいな。まあ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 、攻めすぎは良くないですよと、言ったところで、次でプリンスが10枚ぐらいもらえるんですよね。さあ、このデッキ大事。ラバ、インド、エレキ、バルキリー。ああ、すげえな、これ。これやべえな。まあ、ラバで攻めろと言っておりますが、ラバで攻めると、インドラで焼かれますね。でも、インドラを、処理する方法は、一つだけエレキがあるんですけど、相手のめっちゃ低めインドだと処理できないっていう部分がね、ありますね。これ、ああ、エレキ来るよな。おお、危ない、届いてね。オッケーオッケー。これちょっと、待って、俺エレキ下手だったな。普通に破裂時に出せばよかった。うわ、待って、なんか今下手。めっちゃ下手。めっちゃ下手。許して。一回ね。オッケー。で、ウッド裂いたらウォールブレイカー来るよと。まあ、そんな感じになると、低め、だからラバに対して絶対インドを低めとかで防衛されて、エレキズシャンで普通にラバー処理されるっていうのがもう分かったんで、ウォールブレイカーですね。今回大事なのが、もうウォールブレイカーでどれだけ削れるかかなと、勝手に、決めました。今回の戦いを。さあ、で、うわ、すげえ。ウォールブレイカーばっか。ウォールブレイカーしかいない。で、ここで、リセットナイス。で、まあ、これを、まあ、普通にエレキとか、エレキスケとか、バルキリーエレキとかで守られるのか。なるほどね。なるほどね。で、今、ウッド裂いたので、ウォールブレイカー攻めたいですね。マジで。ここにもう一枚裂いてくれ。もう一枚裂いたら。はい、裂かない。ウォールブレイカーからのどっちかに出るんで、出た逆サイドの方にウォールブレイカー増したい。増します。増します。で、これウッドで。うわぁ。OK。来る。ですね。もうラバーは出すだけインドで焼かれちゃうんですよね。なんかザップとかあるとまたね、ラバインドでいい感じにザップってとかあったと思うんですけど、ラバ出しても出すだけインドで焼かれてアドになるので、もう出さないが正解ですね。とりあえずウォールブレイカーでセパって、で、インドはまあエレキで止められても別にいいかな。わぁ、これダリっすね。間に合い。オッケー、ナイス。で、むずい、これ。むずいっすね。ラバ展開しちゃいます？なんか勝てそうだよね、正直。お、あれ？相手なんかやってる。で、インドにはエレキ与えて、あれ？ Wi-Fi か？これ Wi-Fi 飛んで、え？ラッキー。なんか相手。で、しかもこんなんはもう、こんなんって言ったらあれですけど、もうインドラがね、焼いてくれるので、ガンガンいって、で、エレキが相手も、エレキミラーも今できないんで、エレキいないとインドラ無限ですね。というわけで、8枚のうちの、言ったらランキングをつけちゃえばいいんですよね。最初に。うん、こいつが一番強そうだな、みたいな。こいつが一番弱そうだな、みたいな。じゃあ、弱いやつあんま出さなくていいな。で、強いやついっぱい出しちゃう、みたいな感じですかね。まあ、そんな感じで、初めの8枚を見るのがね、非常に大事かなと思うんでね。ぜひ、まあ、普通に楽しいですし、やってみてください。というわけで、チャンネル登録ね、12万人、ちょっと前にね、到達いたしました。皆さん、ありがとうございます。と言ったところで、今後もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。バイバイ。